今日は大変楽しみなゲームです。待ち望まれていたカードがいよいよキックオフ。スタジアムはすでに大歓声に包まれています。エミレーツスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、アーセナルがボーンマスを相手にします。こういう組み合わせを待っていました。素晴らしい試合を期待しています。ここはディフェンスがクリア。インターセプトでチームを救いました。シーズンも終盤です。ここまで来てもどのチームが優勝するかさっぱり分かりません。力が拮抗しています。ここから大事ん？これはいいですよ。1点間違いなしというシーンでしたが、シュートの軌道が変わってしまいました。また止めた。体を張ります。相手が触ってボールが出ます。やはりこの人でしょう。今日も注目を浴びています。決定力はトップクラスです。特にゴールキーパーとの駆け引きがうまいですね。サカ打てるか。キーパーのダイビングセーブ。シュートにしっかり反応しています。さあボールを蹴った。これはクリアしきれていません。ピンチが続きます。ここはキーパーが死守。ボンマスはサイドに持ち出すでしょうか。高い位置からプレッシャーをかけて取り返しました。これはチャンスか。これを決められない。先制ならず。あまりに絶好機だったのでむしろ焦ったんでしょうかね。ちょっともったいないプレーでした。どうやら危機は脱したようです。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。切り込んでいく。まだ攻撃を断ち切れない。スミス、ここは通しません。ドリブルでボールを運びます。狙ってきたぞ。シュートを通さない。サーレムアズドーサリー。ボールを前へと運びます。相手をどう切り崩していくんでしょうか。ゴール前、打てるか。いいボレーでしたが枠に行きません。ムナスダブール、このスルーパスは通りそうです。勝ち越せるチャンスです。先制ゴール。こうして見ても見事なフィニッシュでしたね。ゴール付近からのシュートにはキーパーもノーチャンスでした。ボールがセンターサークルに戻され、再びキックオフ。試合はアーセナルがリードしています。サーレムアズドーサリー。レフェリーの笛とともに前半が終了。ハーフタイムです。後半の45分が始まります。ドリブルで運びます。絶好のチャンス。シュートを打つしかない。ここはキーパーが定位置にいませんでした。慌てることなく落ち着いてゴールを奪っています。これはラッキーでしたね。ゴール前がガラ空きでした。
お送りする FA カップ準決勝、アーセナルが次に対戦するのはリバプールです。西岡さん、今からすごいゲームになる予感が。お、シュートチャンスですね。ゴール、技ありのチップシュート、冷静に決めてきました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。フィニッシュはチップキックで浮かせてきました。キーパーもこれは対応できないでしょう。Substitution for Arsenal. Coming off the pitch, number 8, Martin Odegaard. Coming off the pitch, number 5, Thomas Partey. トーマスに渡った。サカ。トーマス。アーセナル、ボールをうまく動かす。これはナイス。キーパーのファインプレーです。いきません。ボールは相手に渡りました。アーセナルですが、あまりボールに触れていないようです。つまりリードしているので、守備的になっているということでしょうね。チャンスですよ。おっと、これでアーセナルが2点のリード。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。ここからゴールまでつなげられるのか。サカ。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。サポートを使えそうです。トーマス打った。キーパー止めました。ここで決められたら苦手意識がついてしまうかもしれませんでしたからね。ここまではホームチームが大量リードで試合を優位に進めています。文句なしの展開ですね。2点リードならおそらくこのまま勝ち切れるでしょう。チーム全体のハードワークで勝利をつかむまであと少しです。ロブで裏を狙います。チャンスが生まれそうだ。入った。ゴール。これで点差は1点。試合終盤ですが勝負はまだ分からなくなりました。リプレイを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。キーパーをよく見ていたんでしょうね。さて、スタンフォードブリッジで行われている試合に動きがあったようです。はい、3ゴール目がチェルシーに生まれました。現在スコアは3対0、時間は87分を過ぎたところです。ありがとうございました。うまいパス、止めました。キーパーが試合を面白くしています。時間は4分。ダブール。中を狙ったパスでしたがそう簡単には通しません。味方につなぐこともできます。同点に追いつけるか。これは運がありません。バーに弾かれました。決まっていたらキーパーの頭を越えた素晴らしいゴールでした。サカ、ゴールに向かっています。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。ホイッスルです。このリーグ戦はアーセナルが勝利を収めました。快勝というわけにはいきませんでしたが、1点差でも勝利は勝利です。接戦を見事にものにしました。